Fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ。かぼけられた地球が起こって、火山を爆発させる。たまには頭の中で手合わせでもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。
嵐の予感、強襲サイヤ人。お父さん、そろそろ家へ帰らないとお母さんに怒られちゃうよ。悪いな、ごはん。ちょっと頭の中で強いやつと戦っててよ。強いやつ？あ、ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロさん。ずっと目はピッコロ大魔王っちゅうむっちゃくちゃ悪いやつだったけんどな。生まれ変わったピッコロはオラの知ってる中でもワクワクするほど一番強いやつだった。もっと強くなってあいつとまた戦いてってな。僕戦うなんて怖いよ。おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でもお母さんに怒られちゃうよ。あー、いけねえ。そういや食い物の材料集めてこいって父に頼まれてんだった。何がいるんだっけな。確かお魚とリンゴだよ、父さん。ああ、そうだったな。じゃこの辺にありそうなリンゴから探すとすっか。うん、僕探してくる。張り切ってんな、ご飯のやつ。張り切りすぎて転ぶんじゃねえぞ。ご飯のやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。お父さん、ここだよ。お、リンゴの木もう一つくれ。取っておくか。僕に任せて。楽しそうだな、ご飯。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。お父さん、こっちこっち。ご飯見つけんのうめえな。リンゴはこれくれでいいだろ。よく見つけてくれたな、ご飯。へん、でも僕ちょっと疲れちゃった。そうか、疲れちまったか。あとは魚捕まえたら蹴るから、もう少しの辛抱だぞ。うん。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった、ちゃんとついてくんだぞ、ご飯。どこ行っちまったんだ。わりわり。ん？どうした、ご飯。僕疲れちゃった。もう歩けないよ。なんだ、しょうがねえな。じゃ、父ちゃんが抱っこしてやっか。わーい。いいよった。わーい、高い高い。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。ね、僕偉い学者さんになりたい。え、
おめ変わってんな。勉強教えんのは無理だけんど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ着ててやっかな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そういやおめ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。じゃあオラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。よし、ここなら釣れそうだな。じゃ、早速始めっか。でも、どうやって釣りするの？釣り竿ないでしょ？へへ、普通は釣り竿を使うけんどな。オラがガキンチョの頃は尻尾で釣りしてたんだ。尻尾で釣り？そんなことできるの？うん。尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらなかなか簡単だぞ。ま、ほらもう尻尾がなくなっちまったけんどな。ブルマっちゅうやつにそのこと言ったら、面白がって釣り用の尻尾なんか作ってくれてよ。そうなんだ。じゃ、早速釣りやってみっか。お魚釣れるかな。へへへ。よし。どんなもんで。やったね、お父さん。ああ、これならきっと父も喜ぶぞ。食い物の材料集めたらなんか腹減っちまったな。魚もいっぺいあるし、ちょっと食っちまおうか。うん、僕もちょっとお腹すいてた。あそこの焚き火で魚焼くか。お魚焼いて食べようよ。さて、魚焼くかな。新鮮な魚はうめえや。はあ、僕食べ過ぎちゃったかも。たくさん食わねえと父ちゃんみてに大きくなれねえぞ。今日は楽しかったね、お父さん。はあ、ご飯も手伝ってくれたしな。今度は釣りも教えてやっから一緒にやろうな。うん、楽しみにしてるね。おめえも鍛えたら強くなれっぞ。
そんなの無理だよ。そういえば、お父さんが釣りをしてた時にこんなの拾ったんだ。僕にはよくわからないからお父さんにあげるね。お、サンキュー、ごはん。そろ、うちへ帰る？よし、うちに蹴るか。てんだぞ。うわ、恐竜さんだ。バイバイ。あいつはオラがガキの頃からずっと乗ってんだ。いい子にしてねえと均等には乗れねえんだが、ご飯は大丈夫みてえだな。うん、大丈夫。父、食いもん取ってきたぞ。ただいま、お母さん。遅いぞ、悟空さん。食材集めにどんだけ時間かけてるだ。どんだけって、修行もしてたしな。今日は無天道様のところにご飯ちゃんの顔見せに行く日だぞ。あれ、そうだったんか。そうだっただ。わりわり、今度から気ぃつけっから。もういいだ。ほら、弁当を作る準備しねえといけねえから、うちの中に入るだ。それじゃあ、取ってきてもらった材料で弁当を作るだよ。こいつはクリリンと修行した時の石だな。この石をクリリンと探したっけ。あん時は確かクリリンがズルして勝ったから負けたオラ飯が食えなかったんだよな。悟空さ、どこ行くだべ。出かける準備ができるまでおとなしく待ってるだよ。おう。お父さん、今からどこ行くの。無天老師様っちゅう
オラが世話になったお師匠のとこだ。ひでえ海があって楽しいぞ。そうなんだ。よし、準備できたぞ。ほれ、弁当だ。お腹が空いたら食べるだよ。サンキュー、父。父の作ったもん食ったら力がもりもり湧いてくるかな。なあ、ごはん。うん。それじゃ父、じっちゃんのとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。ごはんちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただか。ああ、あれだな。わあ、綺麗な玉。こいつは通信中っていうドラゴンボールでな、死んだオラのじいちゃんの形見だ。ごはんちゅうおめえの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。そうなんだ。よく似合ってるだ、ごはんちゃん。それをかぶってりゃじいちゃんもおめえを守ってくれっから、大事にすんだぞ、ごはん。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっか。悟空さ、ごはんちゃんをよろしく頼むだ。ごはんちゃん、いい子にしてるだぞ。うん、お母さん、行ってきます。晩ご飯までには絶対帰るだぞ。この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。ねえお父さん、無天老師様ってどんな人？見た目はヨボヨボのじっちゃんだけど、めっちゃくちゃ強いんだ。へえ。まあちょっとエッチなんが玉に傷だけんど、オラの一番の親友でライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん、オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。そうなんだ。孫くん。悟空。よ。あら、何その子。オラの子だ。悟空の子。そうだよ。変か？こんにちは。はい。こんにちは。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯。そうか。死んだじいさんの名前をつけたのか。ああ、いい名前だろ。悟空、お前最近修行してるか？それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ。
そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。ピッコロのやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち何を話しておるんじゃ。いえ、僕たち何も。ほん、てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思ったがの。ぎくっ、やっぱじっちゃんにはかなわねえな。何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ。お主らは忘れとるようじゃな。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む、これが亀仙流の修行じゃったろうが。返す言葉もございません。よし、お主らには日々が修行だということを忘れんようにこの課題を授けようかの。修行を達成したらわしのところに報告に来るんじゃぞ。分かったよ、じっちゃん。はい、無天老師様。うん、さてと、わしはいつものお楽しみよ。よし。え？こいつは。へへん。あ。それじゃ行ってみっか。よし。なあ、悟空、この子もお前みたいに強いのか？かなりの力は持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると怒んだ。隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか、カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持った奴がいる。巨
距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。何者か知らんが、行ってみるか。孫悟空とも違う。ほう、手ごわそうな奴がいるな。孫悟空でないとしたら、一体なんだ、このパワーは。カカロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思って来てみれば、こいつナメック星人か。なぜこの星にナメック星人がいる。では何しにここへ来た。死にたいのか。えらく威勢がいいな。ん？戦闘力322。こんな奴もいたのか。だが所詮俺の敵ではない。貴様、俺を舐めるなよ。少しは楽しませてくれるんだろうな。なんだこいつのパワーは。おい、お構いだ。ほっ、うん、その程度か。よ、今度は俺の番かな。では技の見本を見せてやろう。ん？もう一つ大きなパワーがある。今度こそカカロットだ。バカな。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。
成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。父親にそっくりだ。ん？カカロット、この星のありさまは何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた。おめえ一体誰だ。何者なんだ。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。いいだろう、思い出させてやる。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。デタラメだ、デタラメ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、ひでえやつらだ。おい、ここには月があっから、なんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど全てのサイヤ人は宇宙の塵と消えた。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット、お前のことだ。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット、楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。墓行ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。では後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか。それ以上近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。やれるもんならやってみるがいい。ご飯は絶対渡さねえ。なんなんだこいつは。おめえなんか兄ちゃんでもなんでもねえ。思い出せカカロット、サイヤ人の誇り。ところで貴様、尻尾はどうしたんだ。ずっと目に消えてなくなった。なんということだ、愚か者め。そうだ、決めたぞ。今度の星を攻め落としたら、次のターゲットはこの星だ。その程度の力じゃ息子は守れんぞ。何？カカロットよ、子供を預かっておく。
生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供は返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。ブルマ、ドラゴンレーダー持ってっか。そうか、ゴハン君の帽子のてっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ、一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。